では、ただいまから大学研究機関における AWS 活用の具体的構成と金額間のセミナーを始めさせていただきます内容についての注意点です本資料では収録日時点のサービス内容及び価格について説明をしております最新の情報は AWS 公式ウェブサイトをご確認をお願いします 資料内容の記載にですね、記載と AWS 公式ウェブサイトの記載に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの情報を優先とさせていただきます。自己紹介をさせてください。田代浩二と申します。パブリックセクター営業本部にてアカウントエグゼクティブ営業をしております。主に大学の、大学研究機関のお客様を担当しております。 普段はですね、お客様と直接会話をさせていただく営業のロールなんですけども、それ以外の活動としまして、大学研究機関のお客様向けの情報発信、ブログの作成というところもさせていただいております。本日のアジェンダ、こちらのとおりでございます。イントロダクションから入りまして、具体的な構成と金額感そしてコールドアクションという流れになっております。 本セミナーの対象者ですけども大学研究機関に所属をしそして IT リソースの導入に関与されている皆様を対象としてお話をさせていただきますでは最初にイントロダクションから入ってまいります我々がですねこういうセミナーをやるそのきっかけというところからですね少しお話をしたいと思います よくですね、AWS のま様々なサービスの説明ですとか、メリットの説明などということをさせていただくわけでございますけども、お客様からはですね、よくこの一言を言われます。で、おいくらですかという一言です。あの非常にですね、お気持ちがよくわかるなと。 と,いうところでございますどれだけ良いサービス、そういうソリューションというところがあったとしても、その金額が皆様のお財布の事情に合うかというところは、非常に気になるところだというふうに思います。 こうした課題をです、ねまあ、解決したい、まあ、お答えを出していきたいというわけで今日このセミナーをで,す、ね、でお話をさせていただくというところでございます。本日はさまざまなユースケースごとにです、ね、具体的な構成例とそれぞれの金額間、まあ、目安の金額感というところをお示しをさせていただきます。ただし、これらはあくまで参考でございます。 同じユースケースでもですね、要件やサービスの組み合わせ方によって、金額は大きくも小さくもなりますので、その点はご了承をお願いいたします。では、ここから早速、具体的な構成と金額間に入っていきたいと思います。はい、では、具体的構成と金額間、研究編に関してお話をさせていただきます。 研究室における計算リソースの利用といて、計算リソースとして AWS のサービスを使う場合、まあ、どういったメリット、課題を解決していただいているかというところから少しお話をいたしますと、論文締め切り前における計算リソースの取り合いの開放、まあ、研究者間のです、ね、スケジュール調整なども不要になると。 そういったところにメリットを感じるお客様がいらっしゃったりハードウェアの管理や故障などをする必要がなくなるというところですとか過剰なサーバーの購入が不要となってコストが最適化されるというところにメリットを感じるお客様などもいらっしゃったりそういったところで価値を感じて AWS のサービスを使っていただくというお客様が多いかというふうに思います。 こういった場合でですね、よく使われる AWS のサービスというと、Amazon EC2 になってきます。具体的な金額感というところですけれども、これはピンから切りまでというところになってきます。東京リージョン、Linux オンデマンドプランという形で絞ったとしても、こちらに記載のあるような0.0054 u s スラです。とかあ44.92215ウエスタラーです。とか、あまこういったようなですね非常にこう価格のレンジというところが広い形になっております。えま、使用条件その1のところですね。少し記載をさせていただいておりますが、あ少し条件を置いてですね。このえま ec2 がどれぐらいのこう時間。 使えるるもののになるのかととといいいうところをを少しし例でお話をしたいと思います10万円分 AmazonEC2 を使ってみようと考えたときに、それぞれのインスタンスタイプでどのぐらいのボリュームがあるかと申しますと、T4G ナノというインスタンスタイプですと、16万8350時間分使えるという形になります。 また C52X ラージの場合ですと、2124時間分使える形になりますし、G4DN12X ラージですと、約172時間分使える形になります。 p 4 d 2 4 x ラジこちらは 96VCPU そして 1152GB のメモリがあるという非常に強力なインスタンスタイプですけどもこの場合は約20時間分使用できるというようなそういった時間間になってくるところでございますもう一つですね使用条件の例示をこちらで示したいと思います アマゾン EC2 をですね1日24時間のうちで10万円分使い切ってみようと考えた場合、どのぐらいのですねインスタンスタイプを並行稼働できるかという、そこの例示になります。T4G Nano の場合ですと、約7014台を並行稼働することができると。C52X ラージの場合ですと、約88台を並行稼働させることができます。 G4DN12X ラージの場合ですと、約7台の平行稼働ができますし、P4D24X ラージの場合ですと、1台20時間分使えるというような、そういった金額感になってくるところでございます。ご参考としてですね、キャパシティリミットの概念を払拭しているのが、AWS クラウドであるというところのお話もさせていただきます。 従来型のですねオンプレミスのシステムで何かシミュレーションを行うであるとか計算リソースをですね使っていくという場合ですけども有限なキャパシティの中で,ですね計算をしていく必要があるということでなかなか容易にジョブをスケールさせることができないかというふうに思います。またですね急の待ち時間が長いと いうところですとか、需要が少ないときはです、ね、無駄な計算リソースの発生が、まあ、起こってしまうという、まあ、そういった課題があるかというふうに思います。対してです、ね、HPC 環境をオン AWS で使う場合というのは、リアルタイムでリソースの需要に応じて、柔軟にこのリソースを拡張させることができますし、 必要ないときはですね、リソースを縮小してコストを削減していただくことができるということで、言ってしまえば時間をお金で買うということができるということで、ご自身の研究をより加速させることができる。より研究に集中することができる。そういった環境がすぐに手に入るということが、AWS のメリットになるかというふうに思います。 続きまして、研究におけるユースケースとしまして、計算結果の可視化をコストパフォーマンスよく行うというシチュエーションを題材にしたいと思います。ここでですね、解決できる課題ということで、AWS 上でですね、シミュレーションをした結果をご自身の端末にわざわざ持ってきて可視化をするのが手間であるというような、まあそういった課題感を持っているお客様の課題にフィットするシーンだと思いますし、 あるいは手元の端末のスペックに依存せずにブラウザのみで可視化を行いたいという、まあ、そういったニーズにもお答えできるかというふうに思います。またですね、普段ナイス DCV をお使いのお客様においてはですね、これを無償で使うこともできるというようなそういったメリットもあるというところになります。使用するサービスはナイス DCV になります。金額感はこちらは0円という形になります。 使用条件として、AmazonC2 e インスタンス上でナイス DCV サーバーを使用する場合、これは追加料金が発生しない、つまり0円で使えますという形になります。AWS 以外のオンプレミス環境等でナイス DCV を使おうとする場合は、ライセンス費用が通常かかっているものですけれども、AWS の上で使う分に関しては、ナイス DCV の費用というところは一切発生いたしません。 使用するインスタンスおよびその他の AmazonEC2 機能に対しては通常どおりお金がかかるところになりますのでその点はご了承くださいこのナイス DCV 何かということを改めてご説明をしておきますとクラウド上のデスクトップ画面をストリーミングするためのソフトウェアになります専用のプロトコルによるですね非常に高速かつスムーズなストリーミングこれを実現しております サーバーは Windows、Linux 両方に対応しておりますし GPU にも対応して高速な描画というのが可能になっておりますネイティブクライアント以外にもですね HTML5 対応のブラウザからも利用可能であるということで非常に手軽にです、ね、可視化をしていただくことができるという形になっております 続きましてのユースケースということで、機械学習を使った研究を行う場合という、そういったシーンを取り上げてみたいと思います。解決できる課題として、Jupyter ノートブックをマネージドで利用可能になるということ、面倒な環境の管理はなくです、ね、研究に集中可能になるということですとか、機械学習の活用をサポートするさまざまなサービスを利用できると。 例えば画像のアノテーションを行う Amazon 政治メーカーグランドトゥルースですとかクラウドソーシングのサービスでありますメカニカルタークというこういったサービスとの連携もして研究を進めたいというニーズにマッチするものかというふうに思いますこういったシーンでご利用いただくサービスというのが Amazon 政治メーカーになってきます 金額間としてですね1時間あたり0.514 us たらというところをえ例示として出させていただいております。この際の使用条件ということはですね。こちらに記載をさせていただいている通りでございます。データサイエンティストの方があ、政治メーカーステージ用のノートブックをですね。使用しながら、こちらに記載の一連のアクションを実行した場合の金額間というところが。 1>, 1時間あたり 0.514US ドラという金額になるというところになります。 またですね、機械学習を使った研究を行う場合のもう一つのユースケースということで、ご利用いただけるサービスということで、無償でですね、ブラウザから機械学習を学びたいよという、そういうニーズをお持ちのお客様に対して、お勧めのサービスということで、Amazon s a g e 政治メーカーステ d i オラバ b の方も紹介をさせていただきます。こちら、金額間0円ということで、無償のサービスになっております。 使用条件として AWS アカウントは不要でございまして、クレジットカードもです、ね、登録は一切不要でございます。インストールや何かセットアップの作業ということもございません。またですね、利用者の方々は1セッションあたり12時間分の CPU、もしくは4時間分の GPU に当たる計算リソース、そして 16GB のメモリー、 また、1プロジェクトあたりですね、15GB の永続ストレージが利用可能であるという、そういった条件もついているところでございます。こちらがですね、実際の政治メーカーステージオラブのですね、利用を開始するページになります、え。ー 現在現時点ではですね、リクエストを出していただいて、アップルブが取れた方から順次使っていただけるという形をとっております。ぜひですね、こちらご関心ある皆様、こちらの URL からですね、申請のほうをしていただければと思います。続きまして、研究に関するトピック。 ユースケーススケですけれども研究データ保存のためにですね、AWS を利用する場合というところを少し取り扱ってみたいと思います。解決できる課題としまして、オンプレミスよりもデータ消失のリスクを低減可能であるということですとか、あるいは研究データを外部の共同研究者と容易に共有することができるようになるということ。 あるいは認証管理もですね厳格に行えるということで、不正防止対策にもなるというような、そういったメリットを感じて使っていただいているお客様、多くいらっしゃるかというふうに思います。こういった場合、使用しているサービスというのは、Amazon S3 になります。S3、こちらはですねシンプルストレージサービスの略でございます。 金額感としまして、東京リージョンの場合ということで記載をしてますけども、0.002USD からですね、0.025USD パーギガバイトということで、s 3もですね、様々なタイプがございまして、それによって単価が変わってくるという形になっております。使用条件。 でございますけども S3 はです、ね、実際に使用した分だけお支払いをいただくというそういった重量課金のモデルになっております。最低料金の設定というものはございません。例えばということで,で、ね、10TB のデータを5年間保管し続けた場合ということを例として挙げてみております。先ほど申し上げたとおり、ね、S3、さまざまなクラスが存在しているわけですけれども 最も標準的な S3 標準のクラスを用いて、この 10TB のデータを保管をしていくということを考えた場合、この金額間ですということで、5年間トータルで,で1万 5360US ドラというところになってくるかというふうふに思います。もう一つのですね例としまして、s 3 g l a c i e r d e e p Archive と。 いう最もです、ね、コストパフォーマンスの高いストレージクラスを使っていただくというそのシーンの場合ですけども5年間のトータルの費用というのは 1228.8US ドラということで非常にです、ね、コストパフォーマンスの高いクラスということになっております。 こういったさまざまなストレージクラスがあるということというのは、非常にこうポイントとして皆様にご理解いただきたいところでございま,すございまして、アクセス頻度に合わせて、ぜひ適切なストレージクラスを選択いただくと、それによって大幅なコスト削減が可能であるということをご理解いただきたいというふうに思います。 えちなみにということでですね、えー、リージョンによって S3 の料金というのは異なっております。例えば、米国北部、バージニア北部の場合ですけども、S3 グレシャーシアディープアーカイブはですね、より低い単価、東京リージョンよりも低い単価であります 0.00099US ダラパーギガバイトという形になっております。 先ほどのとです、ね、同じ条件で5年間データを保管をしていくという試算をしてみると5年間総額は、ね、608.256US ドラということで非常にまた安い金額になっていくというところです海外リージョンを使うということもです、ね、ぜひ皆様の選択肢の一つとしていただきたいということをお伝えしたいというふうに思います アマゾン S3 の簡単な紹介、えー、こちらのスライドにもつけております、えー。ポイントとしましてはですね、非常に高い耐久性。えー の設計をしているとこいう部分ですとか、無制限にスケールができるというような、そういったところですね、非常にですねオンプレミスではなかなかない性能、性質というところをご提供できているかなというふうに思いますので、こういったストレージなどもですねぜひご活用いただきたいというふうに思いますこちらもご参考ですけども、アマゾン S3、さまざまなストレージクラスが存在をしております。 ご自身のです、ねえーまあ、使われる、まあ、その特性というところをご理解の上ですね、適切なストレージクラスを選択していただいて、ご利用いただきたいかなというふうに思いま,すまたです、ね、研究データの保存に関して、えーまあ、少し世間的なです、ね、事情などもお知らせをさせていただきたいと思います。 こちら、国立情報学研究所様が進めておられます研究データ管理サービス、学人 RDM にも、アマゾン S3 は対応しております。機関のシステム管理者が設定をする全額的な機関ストレージと、各研究者の方々がですね設定可能な拡張ストレージ、この両方で、アマゾン S3 は利用可能という状況になっております。 詳細は、ね、NII 様のホームページをぜひご確認いただいてその条件などと、学年 RDM の中で s 3を使う場合の条件などというところはご確認をしていただきたいというふうに思います。 まあ政府のほうで,ですねこういったデータ利活用、研究データの管理、利活用に関する方針なども出ているというところも我々も象徴しておりますので、こういったご利用の機会ということは、今後、研究者の方々にもニーズも高まっていくものであろうというふうに思っております。 はい、続きまして、こちらも研究での利用例ということで、組織、研究室のウェブサーバー、文献、データ公開に関するです、ね、例というところを取り上げてみたいと思います。解決できる課題ということで、AWS のサービスを使うことで,です、ね、こういったユースケースにおいても、運用負荷とコストを抑えながら、大規模災害や DDoS 攻撃にも対処可能になるかというふうに思います。 またですね非常に短期間で構築可能であるということもポイントの一つだというふうに思います。こういったウェブサーバーですとか、情報公開的用途でご利用いただく場合の利用するサービスというのは、Amazon c l クラウドフロントですとか、Amazon S3、あるいは Amazon s c 2といったサービス、いくつか組み合わせてですね使っていただいている場合が多いかというふうに思います。 具体的な金額感ということで、多くのお客様ではです、ね、月300ドル以下、そのぐらいの金額感で,です、ね、使っていただいているお客様は多いかなというふうに思います。 全世界の研究者に対して公開をしているようなウェブページの運用をされている、あるいは定期的なコンテンツの更新、突発的なアクセス頻度上昇というところにも対応している、まあ、そういった条件下の下でです、ね、この金額感というところになってきているかというふうに思いますアクセス頻度がです、ね、高い月におけるです、ね、金額の内訳というところを、まあ、サンプル的に少しお示しをさせていただいております。 まあ、アクセスが高い月においてもです、ね、えー、まあ税込みでも255.82 u s スだというような金額感になってきている、またその中で,です、ね、どういったサービスがどのぐらいのボリュームになってきているかというところは、こちらの表のとおりというところでございます。 アクセス頻度が低い月の金額打ち明けに関してもこちらサンプルをお付けしております税込みでもで 123.62US ダラという形で非常に低いコストでこういった環境も運用できるかというふうに思いますちなみにということで AWS アカウントにはですね無料の利用枠というものが存在をしております 例えば Amazon EC2 はですね、12ヶ月間、750時間分、えー、まあ一月あたりですね、えーまあ、こういった時間分の、えー、Windows T2 Micro または T3 Micro のインスタンスが無料で利用できるという枠が存在をしております。 この無料枠の中で,で、Amazon c l クラウドフロントに関しても、この無料枠が設定をされておりまして、毎月1テラバイトのデータ転送、そして毎月1000万リクエストというのが、無期限で無料になっているという形になっておりますので、こういった情報配信のご利用用途というところではで、非常にコストパフォーマンスよく使っていただける、そんな環境が AWS には用意されていると。 いうところをぜひご理解いただきたいと思います。研究利用のユースケース、こちら最後でございます。研究利用をです、ね、金銭的にサポートしてほしいというニーズもよくお伺いをしております。WS を使ってです、ね、大規模に研究を行いたいが、なかなか資金が不足しているんですというお客様、よくいらっしゃいます。 そういうお客様には、ぜひ AWS クラウドクレジット・フォー・リサーチというプログラムをですねご利用いただきたいというふうに思います。金額間0円と書いてるんですけども、こちらはあのウェブからですねご自身で申請をいただく金額補助のですねプログラムになっております。この申請をですね AWS 営業からもサポート可能でございますので、ご関心ある方はぜひ営業のほうまでご連絡をいただきたいと思います。 こちらのです、ね、クラウドクレジットフォーリサーチのプログラムは、四半期ごとにこの申請いただいた内容を審査をさせていただきまして、審査が通ればですね、WS 利用料に充当可能なプロモーションコードというものをお渡しをさせていただく、そういったプログラムになります。申請金額に上限はありません。学生の方のみですね、5000ドルという上限がございます。 まあこういったようなですねプログラムございますし、そこまで大規模ではなくてお試しで使いたいという方もいらっしゃると思いますけども、ちょっと別のプログラムなどもですねございますので、詳細はぜひ AWS 営業の方までお問い合わせをお願いいたします。ここまでが研究利用の例ということでご紹介をさせていただきました。 はい、では、コール・トゥ・アクションということで、今日セミナーを聞いていただいた皆様にです、ね、次、どういう行動をしていただきたいかということを最後、ご紹介をして終わりたいというふうに思います。皆様、今日の講演をお聞きになられてですね、まあ、OK、WS の金額感、完全に理解しましたという、そういった気持ちになっておられるというふうに思います。たただです、ね、こう使い始めるるにあたっては何かから手をつけるべきかと いうまあそういったお悩みをお持ちのお客様もいらっしゃるかというふうに思います。こうした場合にですね、これから先二つの選択肢皆様あるというふうに思います。自分で頑張るか、あるいは他人に頼るかというこの二択でございます。自分で頑張っていく場合ということで、まあ少しですね、ここから先の進め方というところをご紹介をしていきたいというふうに思います。 AWS をですね、ここから先使っていただくにあたって、もうすぐに使い始めたいということであればですね、とりあえず AWS のアカウントを作ってみるということをぜひお試しをいただきたいと思います。必要なものはですね、ご自身のメールアドレス、そしてクレジットカードだけでございます。作り方はですね、こちらにあるリンクから参考としていただいて、このステップに沿ってですね、ご準備いただければ、ものの数分で、 AWS アカウントが準備可能でございます。またですね、どのぐらいの金額感かかるのかということ、これはですね、ご自身で試算をしてみるということも可能でございます。AWS プライシングカレキュレーターというですね、ウェブ上に公開しているツールがございますので、こちらをご利用いただいて、ご自身の利用用途に合わせてですね、サービス組み合わせて試算をしていただくということも可能でございますので、ぜひお試しください。 今後の進め方ということで、他人に頼っていきたいというような、そういった気持ちをお持ちのお客様に対して、ここから先の進め方のご紹介でございます。まずはですね、WS の営業までお気軽にご相談をいただければというふうに思います。 大学研究機関のお客様専用のですねメーリングアドレスご準備をしております。wsjppser。ER、こちらのアドレスの方まで,ですねぜひご連絡をいただければと思います。またですね、チャットの窓口というのもご用意をしております。ご自身の気が向いたときにですねお気軽にご相談をいただくというのも可能ですので、そちらの窓口などもぜひご利用いただければと思います。 またです、ね、AWS のパートナー企業というのを探していただいてそのパートナーさんのほうに相談をいただくということももちろん可能でございますご自身のユースケースですとかあるいは業界ごとにです、ね、適切なパートナーさんというのを自分で選びたいんだというそういったご要望をお持ちのお客様パートナーさんの検索というのも可能ですのでこちらのポータルサイトをです、ね、ご利用いただければと思います ちなみにですけども、もう既ですで、ね、に既存のシステム環境があられて、それを AWS 環境に移行をしたいんだということを考えているお客様、そして、その AWS に移行したときのです、ね、コストメリットっていうのを可視化をしたいんだというような、そういったニーズをお持ちのお客様に関して、こちらのクラウドエコノミクスというプログラムですね、ぜひ使っていただくことをお勧めをしております。 クラウドエコノミクスはです、ね、オンプレフィスの環境からクラウドへ移行することで得られる経済的なメリットの定量化測定を支援するプログラムでございます。これによってです、ね、ア z イ z から 2B の見える化、そして共通の数字を見ながらです、ね、議論できるようなレポートというのが提出をされます。こちら下にです、ね、サンプルとして、少しグラフつけておりますけども、こちらのような資、ね、産の表というのを我々のほうからご提供させていただくものになります。 クラウドエコノミクスのプログラム、これは無償でご利用可能でございます。2週間から数ヶ月程度ですね、お時間いただければ、お客様とディスカッションの上ですね、こうしたレポートを AWS の方からご提出をさせていただくことができるようになっております。またですね、AWS のコンサルティングサービスの活用ということもですね、皆様にお勧めをしておきたいと思います。 こちらはですね、AWS ジャパンに在籍をしております、パブリックセクターのコンサルティングの部隊というものがございます。こちらの者たちがですね、皆様のさまざまなお悩みをお聞きしながら、具体的なアウトプットを皆様にご提供するというものになります。サービスのラインナップもです、ね、非常に豊富でございます。アドバイザリーーののサービス移行支支援援またプロジェクト管理の支援 クラウドを作る上でのセキュリティポリシーの策定支援、クラウドの環境を設計するそのご支援ですとか、セキュリティ評価、あるいはクラウドセンターオブエクセレンスという、クラウドのナレッジをためるです、ね、部署の立ち上げの支援と、こういったようなところをさまざまコンサルティングのメンバーがご支援をさせていただくというサービスもご提供しておりますので、ご関心のある方はぜひ営業のほうまでご連絡をいただければと思います。 ご参考までということで、AWS コンサルティングサービスを使うことで,です、ね、このようなお客様の環境をです、ね、正確にヒアリングをさせていただいて、現状のかかっている費用が、ね、どの程度、クラウド移行することで削減をされるかということをです、ね、精緻に出していくということも対応をしております。 またですね、実際、コンサルティングサービスをご活用いただいたお客様の事例ということで、こちら、大学入試センター様でもですね、WS のコンサルティングサービスをご利用いただいております。アドバイザリーのサービス、ご利用いただきまして、海外での事例調査をですね、我々のほうで実施をさせていただいて、ご報告をさせていただくというようなこともしております。 こういったですね、まこれから先将来のシステム整備に関するさまざまな調査検討ということをお受けできるような形そういった体制もとっておりますのでご関心ある方はぜひお知らせくださいはい、本日の講演以上でございます何かですね、ご不明点等々あるいはご相談事項ありましたらこちらのアドレスの方までお問い合わせをいただければと思います では以上でございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。はい、はい、ではただいまから大学研究機関における AWS 活用の具体的構成と金額間のセミナーを始めさせていただきます。 内容についての注意点です。本資料では収録日時点のサービス内容及び価格について説明をしております。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトをご確認をお願いします。資料内容の記載にですね、記載と AWS 公式ウェブサイトの記載に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの情報を優先とさせていただきます。自己紹介をさせてください。田代浩二と申します。 パブリックセクター営業本部にてアカウントエグゼクティブ営業をしております。主に大学の、大学研究機関のお客様を担当しております。普段はですね、お客様と直接会話をさせていただく営業のロールなんですけども、それ以外の活動としまして、大学研究機関のお客様向けの情報発信、ブログの作成というところもさせていただいております。 本日のアジェンダ、こちらのとおりでございます。イントロダクションから入りまして、具体的な構成と金額あそしてコールドアクションという流れになっております。本セミナーの対象者ですけども、大学研究機関に所属をし、そして IT リソースの導入に関与されている皆様を対象としてお話をさせていただきます。 では最初にイントロダクションから入ってまいります。我々がですが、ね、こういうセミナーをやるそのきっかけというところからです、ね、少しお話をしたいと思います。よくです、ね、AWS のさまざまなサービスの説明ですとかメリットの説明などということをさせていただくわけでございますけどもお客様からはです、ね、よくこの一言を言われます。で、おいくらですかと。 いう一言です。まあ、あの非常にですね。お気持ちがよくわかるなというところでございます。まあ、どんどれだけ良いサービスーま、そういうソリューションというところがあったとしてもまあ、その金額がですね皆様のお財布の事情に合うかというところはま非常に気になるところだというふうに思います。 こうした課題をです、ねまあ、解決したい、まあ、お答えを出していきたいというわけで今日このセミナーをで,す、ね、でお話をさせていただくというところでございます。本日はさまざまなユースケースごとにです、ね、具体的な構成例とそれぞれの金額間、まあ、目安の金額感というところをお示しをさせていただきます。ただし、これらはあくまで参考でございます。 同じユースケースでもですね、要件やサービスの組み合わせ方によって、金額は大きくも小さくもなりますので、その点はご了承をお願いいたします。では、ここから早速、具体的な構成と金額間に入っていきたいと思います。はい、では、具体的構成と金額間、教育編についてお話をさせていただきます。 教育におけるユースケース、まずは演習室を使わずに CAD 等を学生に利用させるというシーンをご紹介をしたいと思います。こういったシーンで、A、WS を使って解決できる課題ということで学生にいつでもどこでも高価なソフトを使って学習できるようなそういった環境を提供することができる。 高価なソフトウェアの例ということで、ソリッドワークスであるとか、トラボであるとか、ArcGIS などなど、こういったソフトウェアのことが、こういったソフトウェアを使って演習をしているという大学さん、多いと思うんですけども、こういったのをですねいつでもどこでも使えるような環境が手に入るということですとか、演習室、それ自体のですね管理をなくして、IT に関する経費を削減をすることができる。 あるいはアプリケーションの管理ということをですね、より簡単にしていきたい、省力化していきたい、そういったニーズに合致するサービスが AWS には存在をしております。使用するサービスとして Amazon p p s t r e a m 2.0というものをご紹介いたします。 こちらはです、ねえー、まあ具体的な金額感ということを少し仮定を置いてお示しをいたしますと1ユーザーが月30時間程度です、ね、使用するという、まあ、そういった想定の場合月額の費用は約 18.3US ドラという、まあ、非常にいいコストパフォーマンス高い金額になるというふうに思います。 条件としましては、東京リージョンを使用しているということ、そしてグラフィックスデザイン X ラージのインスタンスタイプを使っていること、また大学等のです、ね、公共機関のお客様であるということ、またソフトウェアやアップストリーム2.0以外の AWS サービスの費用は含まない形でのこの金額感というところになってきております。 Amazon AppStream 2.0について少しだけご紹介をさせていただきます。こちらのサービスはですね、既存のアプリを変更せずにインポートしてストリーミングを開始できる、そういったサービスになっております。既存のアプリ、認証、ストレージ、ネットワークとの連携ということももちろん可能です。インフラの導入管理というのは不要でありますので、アプリを追加をしてすぐにストリーミングの開始ということができるようになっています。 また、一貫したパフォーマンスということで、一ユーザー一インスタンスが割り,割り当てられるということになりますので、他のユーザーが何かヘビーな使い方をしたとしても、その影響というのは全く起きない、一貫したパフォーマンスというのが、一人一人に確実に提供されるという形になっております。 Windows のアプリというのをですね、いつでもブラウザ上で実行できるというまあそういったサービスになっているというところをご理解いただければと思います。AppStream に関するですね、さまざまなドキュメントあるいはですね見積もりをするためのプライシングツールなどというところも提供しております。このリンクはですね、こちらにお示しをしておりますので、ぜひそれぞれのリンク先をですね見ていただきたいというふうに思います。 続きまして、教育におけるユースケース、無償で学生に AWS 環境を使わせたいというニーズに対するですね、利用用とサービスというところのご紹介をしたいと思います。解決できる課題としましては、学生に AWS 環境を触らせ、そしてクラウドを学ばせたいというニーズにお答えできるというふうに思います。費用を極力抑える、可能な限りゼロ円で使えるようにしたい。 また何か不足の事態でですね、高額な請求が学生さんに行かないようにしたいという、まそういったようなですねニーズにお応えできるサービスがあるかというふうに思います。こういった場合にですねご利用いただけるサービスとして AWS アカデミーというものが存在をしております。こちら金額が0円ということで AWS アカデミーのご利用に関してはですね完全に無償でご利用可能でございます。 使用条件としまして、この AWS アカデミー教育支援のプログラムでございますけども、これに機関として加盟をしていただく、加盟処理をしていただくという必要はございます。クラスに登録をしている学生様、1名につきですね、100ドル分のクレジットというのが毎年付与をされていきます。ご利用に際して、クレジットカードの登録は一切不要でございます。課金の心配は一切ございません。 4時間経過をして、自動的に一時停止をされる、そういった AWS の利用環境が払い出せられるんですけども、そういったですね停止をされるということで、意図せぬ使い過ぎというところもですね防止をできるという形になります。100ドル分を超過すると、自動的に選ぼうは無効化され、作成をしたリソースは削除されるという条件もございます。 まあここで申し上げているですね AWS アカデミーについてもう少し詳しくご説明をしたいと思います。この AWS アカデミーは社会から求められるスキルと教育のギャップの改善をサポートする AWS が提供している教育支援のプログラムになっております。 このプログラムはですね、ラボ演習の環境ですとか、実践的な学習機会を通じて、クラウドコンピューティングのスキルと知識を習得することができる、そういったプログラムになっております。さまざまなタイプの高等教育機関において提供可能なカリキュラム構成となっております。AWS が独自に開発したカリキュラム、それをですね、皆様の学校の通常の授業にですね、組み込んでいただいて、 クラウドコンピューティングのスキル取得をです、ね、学生様にしていただける、そういったサポートをさせていただいております。2つのレベルがありまして、初級レベル、ファウンデーションレベルサービスと、中級レベル、アソシエートレベルサービス、この2つがございます。どちらにおいてもですべ、ね、て無償でご利用可能です。こういったさまざまなカリキュラムをです、ね、ご自身の 大学の授業の形態に合わせて適切に選んでいただくということができるようになっております。この AWS アカデミーでですね提供しているラーナラボという環境、これが学生さんが無料でアクセスできる AWS 利用環境というものになっております。ラーナラボはですね教員の操作だけですぐに作成することができます。 一番最初にご説明をしたとおり、クラスに登録をしている学生様1名につき100ドル分のクレジットが毎年、付与をされます。クレジットからの登録はいらず、課金の心配はないと、先ほど述べたとおり、4時間経過をするとラボが停止をしていくなどというような、そういった条件もございます。 では続きましてですね、教育におけるユースケースということで、学生の皆さんに楽にプログラミングを行わせたいという、そういったシーンに関してお話をしたいと思います。解決できる課題ということで、学生にプログラミング学習をしてもらいたいが、環境整備にあまり手間をかけたくないんですという、そういった課題ですとか、学生同士でグループを作り、リアルタイムでペアプログラミングを行わせたい。 あるいはブラウザさえあればですね、いつでもどこからでもプログラミングができるような、そういった環境を提供したいという、そういった方々に対して AWS のサービス使っていただけるかというふうに思います。使用するサービスとしては AWS Cloud9 というサービスになります。金額感としましては、1ユーザーが月90時間 程度ですね、利用する場合、月額約2ドル、2.05US ダラーというような非常に安い金額ですね、ご利用いただけるかというふうに思います。 使用条件としましては、AWS Cloud9 自体というところに関してはですね、費用はかからないんですけども、開発環境として使用する Amazon EC2 インスタンス及び EVS の費用というところをですね、考慮いただければ結構でございます。この月額2ドルというところの金額は、T2Micro Linux インスタンスを90時間使用した場合の金額という形になってきております。 また、プロビジョニングされたストレージに関してもですね US、0.10USD というところ、これは 10GB 相当のストレージボリュームですけれども、これを使った場合という条件になっております。クラウド9に関してですね、簡単にご説明をしておきます。クラウド9の利点というところです。ブラウザのみでですね、コードの記述が可能になっております。 ローカルの IDE をですね、インストールしたり、メンテナンスを行う必要というのは一切ありません。また、リアルタイムにですね、共同でコーディングが可能になっております。共同作業中にですね、チームメンバーはお互いのタイピングという状況をですね、リアルタイムで確認できますし、IDE の中からですね、即座にチャットを返して、コミュニケーションを取りながら、コーディングをしていただけるという形になります。 クラウド9の開発環境というのもですね、さまざ、あ、ま、40種類以上を超えるですね、プログラミング言語用のツールというのをあらかじめパッケージ的にご準備をしております。コードの記述というのはですね、これらを使うことで数分で開始をしていただけるという形になっております。続きまして、教育用途の、まあ、シーンの一つということで、LMS。 ラーニングマネジメントシステムのインフラとして AWS をご利用いただくというシーンをご説明をしたいと思います。解決できる課題ということで、需要変動に合わせてリソースを最適化可能であるということ、また利用者は快適に利用ができるという、まあアクセスが集中してもですね重くならないというような、まそういったような環境をご提供できるかというふうに思います。 これによってですねコストの最適化ということも可能になると思いますし、ハードウェアの管理も不要になる、またハードウェア基金のインフラの更新ということもですね不要になるということで、さまざまな労力ということも省力化できる、極小化できるというふうに思います。LMS の基盤として、AWS を使っていただく場合、いろいろなサービスを組み合わせていただいていることが多いと思います。 Amazon EC2 ですとか、Amazon RDS などというものでございます。金額感、こちらはですね、最大5万人程度が利用をするという、まあそういった想定を置いた場合、まあ月額7千ドルぐらいであろうというような、ああまあそういった資産を置いております。 具体的にですね、どういったサービスを組み合わせているかというところ、こちらにですね、サンプルとしてお示しをしております。約5万人相当の学生さんがアクセスをしてきた場合ということでもですね、月額7000ドルいかないぐらいの金額感というところが、それぞれのサービスごとにですね、この費用を積み上げてかかってくるというところになってくるかと思います。 えちなみにということでですね、LMS 関連で少し AWS が関連するトピックをご紹介をしますと、ムードルですとか、堺あるいはキャンバス等をですね、AWS でえー使いたいですというお客様があ我々の耳にはよく入ってくる、そういった利用用途が多いかなというふうに思っております。インフラとして使う場合はですね、リザーブドインスタンスですとか、セービングスプランスという 比較的割引が効く、そういった購買形態で、e、EC2 をご利用いただいている、そういったお客様が多いかというふうに思います。ちなみに、SARS として提供されている Web クラスさんですとか、ブラックボードさん、エコー360さんなども、オン AWS で稼働しているというのも、ご参考としてお知らせをしておきたいと思います。 ここまでが教育に関する具体的構成と金額感のその例でございました、はい。では、Call to Action ということで、今日セミナーを聞いていただいた皆様にですね、次どういう行動をしていただきたいかということを最後ご紹介をして終わりたいというふうに思います。皆様今日の講演をお聞きになられてですね、まあ、OK。 AWS の金額感完全に理解しましたというそういった気持ちになっておられるというふうに思いますただですね、こう使い始めるにあたっては何から手をつけるべきかというまあそういったお悩みをお持ちのお客様もいらっしゃるかというふうに思いますこうした場合にですねこれから先二つの選択肢皆様あるというふうに思います自分で頑張るかあるいは他人に頼るかというこの二択でございます 自分で頑張っていく場合ということで、まあ、少しですね、ここから先の進め方というところをご紹介をしていきたいというふうに思います。AWS をです、ね、ここから先使っていただくにあたって、もうすぐに使い始めたいということであればです、ね、とりあえず AWS のアカウントを作ってみるということをぜひお試しをいただきたいと思います。 必要なものはですねご自身のメールアドレスそしてクレジットカードだけでございます作り方はですねこちらにあるリンクから参考としていただいてこのステップに沿ってですねご準備いただければものの数分で a WS アカウントが準備可能でございますまたですねどのぐらいの金額感かかるのかということこれはですねご自身で試算をしてみるということも可能でございます WS プライシングカ c キュレーターというですねウェブ上に公開しているツールがございますのでこちらをご利用いただいてご自身の利用用途に合わせてですねサービス組み合わせて試算をしていただくということも可能でございますのでぜひお試しください今後の進め方ということで他人に頼っていきたいというようなそういった気持ちをお持ちのお客様に対してここから先の進め方のご紹介でございます まずはですね、AWS の営業までお気軽にご相談をいただければというふうに思います。大学研究機関のお客様専用のです、ね、メーリングアドレスご準備をしております。AWSJPPSER、こちらのアドレスの方までですね、ぜひご連絡をいただければと思います。 等の窓口というのもご用意をしております。ご自身の気が向いたときにですね、お気軽にご相談いただくというのも可能ですので、そちらの窓口などもぜひご利用いただければと思います。またですね、AWS のパートナー企業というのを探していただいて、そのパートナーさんの方に相談をいただくということももちろん可能でございます。 ご自身のユースケースですとか、あるいは業界ごとにです、ね、適切なパートナーさんというのを自分で選びたいんだという、そういったご要望をお持ちのお客様、あーパートナーさんの検索というのも可能ですので、こちらのポータルサイトをです、ね、ご利用いただければと思います。 ちなみにですけども、もう既ですで、ね、に既存のシステム環境があられて、それを AWS 環境に移行をしたいんだということを考えているお客様、そしてその AWS に移行したときのです、ね、コストメリットっていうのを可視化をしたいんだというような、そういったニーズをお持ちのお客様に関して、こちらのクラウドエコノミクスというプログラムですね、ぜひ使っていただくことをお勧めをしております。 クラウドエコノミクスはですね、オンプレフィスの環境からクラウドへ移行することで得られる経済的なメリットの定量化測定を支援するプログラムでございます。これによってですね、アズイズから 2B の見える化、そして共通の数字を見ながらですね、議論できるようなレポートというのが提出をされます。こちら下にですね、サンプルとして少しグラフつけておりますけども、こちらのようなですね、資産の表というのを我々の方からご提供させていただくものになります。 クラウドエコノミクスのプログラム、これは無償でご利用可能でございます。2週間から数ヶ月程度ですねお時間いただければ、お客様とディスカッションの上、こうしたレポートを AWS のほうからご提出をさせていただくことができるようになっております。また、AWS のコンサルティングサービスの活用ということもですね皆様にお勧めをしておきたいと思います。 こちらはですね、AWS ジャパンに在籍をしております、パブリックセクターのコンサルティングの部隊というものがございます。こちらの者たちがですね、皆様のさまざまなお悩みをお聞きしながら、具体的なアウトプットを皆様にご提供するというものになります。サービスのラインナップもですね非常に豊富でございます。アドバイザリーーののサービス移行支支援援またプロジェクト管理の支援 クラウドを作る上でのセキュリティポリシーの策定支援、クラウドの環境を設計するそのご支援ですとか、セキュリティ評価、あるいはクラウドセンターオブエクセレンスという、クラウドのナレッジをためるです、ね、部署の立ち上げの支援と、こういったようなところをさまざまコンサルティングのメンバーがご支援をさせていただくというサービスもご提供しておりますので、ご関心のある方はぜひ、営業のほうまでご連絡をいただければと思います。 ご参考までということで、WS コンサルティングサービスを使うことで,です、ね、このようなお客様の環境をです、ね、正確にヒアリングをさせていただいて、現状のかかっている費用が、ね、どの程度、クラウド移行することで削減をされるかということをです、ね、精緻に出していくということも対応をしております。 またですね実際コンサルティングサービスをご活用いただいたお客様の事例ということでこちら大学入試センター様でもですね WS のコンサルティングサービスをご利用いただいておりますアドバイザリーのサービスご利用いただきまして海外での事例調査をですね我々の方で実施をさせていただいてご報告をさせていただくというようなこともしておりますこういったですねこれから先将来のシステム整備に関するさまざまな調査査 検討ということをお受けできるような形、そういった体制もとっておりますので、ご関心ある方はぜひお知らせください。はい、本日の講演以上でございます。何かですねご不明点等々、あるいはご相談事項ありましたら、こちらのアドレスの方までお問い合わせをいただければと思います。では以上でございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。 では、ただいまから大学研究機関における AWS 活用の具体的構成と金額間のセミナーを始めさせていただきます内容についての注意点です本資料では収録日時点のサービス内容及び価格について説明をしております最新の情報は AWS 公式ウェブサイトをご確認をお願いします 資料内容の記載にですね、記載と AWS 公式ウェブサイトの記載に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの情報を優先とさせていただきます。自己紹介をさせてください。田代浩二と申します。パブリックセクター営業本部にてアカウントエグゼクティブ営業をしております。主に大学の、大学研究機関のお客様を担当しております。 普段はですね、お客様と直接会話をさせていただく営業のロールなんですけども、それ以外の活動としまして、大学研究機関のお客様向けの情報発信、ブログの作成というところもさせていただいております。本日のアジェンダ、こちらのとおりでございます。イントロダクションから入りまして、具体的な構成と金額感そしてコールドアクションという流れになっております。 本セミナーの対象者ですけども大学研究機関に所属をしそして IT リソースの導入に関与されている皆様を対象としてお話をさせていただきますでは最初にイントロダクションから入ってまいります我々がですねこういうセミナーをやるそのきっかけというところからですね少しお話をしたいと思います よくですね、AWS のま様々なサービスの説明ですとか、メリットの説明などということをさせていただくわけでございますけども、お客様からはですね、よくこの一言を言われます。で、おいくらですかという一言です。あの非常にですね、お気持ちがよくわかるなと。 いうところでございます。まあ、ど、どれだけ良いサービス、まあ、そういうソリューションというところがあったとしても、まあ、その金額がですね、皆様のお財布の事情に合うかというところは、まあ、非常に気になるところだというふうに思います。 こうした課題をです、ねまあ、解決したい、まあ、お答えを出していきたいというわけで、今日このセミナーをですね、でお話をさせていただくというところでございます。本日はですね、さまざまなユースケースごとにですね、具体的な構成例と、それぞれの金額感、まあ、目安の金額感というところをお示しをさせていただきます。ただし、これらはあくまで参考でございます。 同じユースケースでもですね、要件やサービスの組み合わせ方によって、金額は大きくも小さくもなりますので、その点はご了承をお願いいたします。では、ここから早速、具体的な構成と金額間に入っていきたいと思います。はい、ここからは、具体的構成と金額間、経営事務編についてお話をしたいと思います。 ファイルサーバー環境としてクラウドを利用するシーンを考えたいと思います。こういったシーンでですね、AWS で解決できる課題と申しますと、要件に合わせてコストや性能を選択可能になることですとか、容量はいつでも柔軟に変更可能、そして管理の手間暇を軽減することができると、たような、そういったメリットを受けていただけるかと思います。 この場合、使用するサービスは AmazonFSX4 NetApp ONTAP になります。金額感としましては、毎月 100TB 使用するプライマリーストレージとして使用する場合に月額で1万2000ドル程度になるというところになってまいります。 こちらがですね実際の構成になります 100TB で構成を組み、またですねデータの重複排除の率等々というところもですねこちらのような設定をした場合においての費用感というところでの一例でございます。 Amazon f s x for ネットアップオンタップについてですけれども、ネットアップさんのオンタップをですね、AWS のマネージドサービスとしてご利用いただけるというものになります。非常に実績豊富なです、ね、エンタープライズクラスのストレージ機能というものをマネージドでご活用いただける、また、AWS のその他のサービスともです、ね、密接な連携をして、非常にです、ね、スピーディーにこの環境を作っていただく、使っていただけると。 いうことが特徴になっております。続きまして、業務システムのインフラとして利用する場合についてのユースケース考えてみたいと思います。このシーンでですね、AWS を使うことのメリット、解決できる課題と申しますと、履修登録時期のみインスタンスを増強して、利用者は快適に利用ができるということですとか、コストの最適化ができること、 あるいはハードウェアの管理の不要であるとか、ハードウェア金の更新が不要になるといった、まあ、そういった運用面のです、ね、コストを下げていけるというところもメリットになるかというふうに思います。使用するサービスとしましては、Amazon EC2 や Amazon S3 などというところになってまいります。さまざまなサービスを組み合わせていただく形になります。 金額間、こちらに書いてある使用条件で、学生数5000人程度というところ、また、教務システムと、それにアクセスするですね学生さん向けのポータルシステムなども併用した上で、また、リザーブドインスタンスを利用した上でというところで、大体月額ですね600ドルから1万ドルというような、そのような振れ幅で推移をするという形になってまいります。 こちらですね、4月の履修登録時におけるですね金額の例という形でございます。月額でいきますと、月1万ドル程度、1万ドルいかないぐらいですね、9398US ダラというところになってまいるかと思います。またですね、可否休暇など、ですねあまり業務化システムに対してアクセスをしないと。 いうようなそういった月におきましては、こちらのとおりです、ね、月額600ドル程度、571ユー d というようなところになってくるかというふうに思います。続きまして、学外からのリモートワークの環境整備、ここにです、ね、AWS を使うシーンでの金額感というところを考えたいと思います。 こういったシーンでですね、AWS を使うメリット、解決できる課題としましては、在宅、リモートワークを行う教職員のために、素早くかつ初期投資を抑えて、環境を提供できるということですとか、職員様ごとの,です、ね、その提供されるリモート では、ただいまから大学研究機関における AWS 活用の具体的構成と金額間のセミナーを始めさせていただきます内容についての注意点です本資料では収録日時点のサービス内容及び価格について説明をしております最新の情報は AWS 公式ウェブサイトをご確認をお願いします 資料内容の記載にですね、記載と AWS 公式ウェブサイトの記載に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの情報を優先とさせていただきます。自己紹介をさせてください。田代浩二と申します。パブリックセクター営業本部にてアカウントエグゼクティブ営業をしております。主に大学の、大学研究機関のお客様を担当しております。 普段はですね、お客様と直接会話をさせていただく営業のロールなんですけども、それ以外の活動としまして、大学研究機関のお客様向けの情報発信、ブログの作成というところもさせていただいております。本日のアジェンダ、こちらのとおりでございます。イントロダクションから入りまして、具体的な構成と金額感そしてコールドアクションという流れになっております。 本セミナーの対象者ですけども大学研究機関に所属をしそして IT リソースの導入に関与されている皆様を対象としてお話をさせていただきますでは最初にイントロダクションから入ってまいります我々がですねこういうセミナーをやるそのきっかけというところからですね少しお話をしたいと思います よくですね、AWS のま様々なサービスの説明ですとか、メリットの説明などということをさせていただくわけでございますけども、お客様からはですね、よくこの一言を言われます。で、おいくらですかという一言です。あの非常にですね、お気持ちがよくわかるなと。 いいうところでございますどれだけ良いサービス、ソリューションというところがあったとしても、その金額が皆様のお財布の事情に合うかというところは非常に気になるところだというふうに思います。 こうした課題をです、ねまあ、解決したい、まあ、お答えを出していきたいというわけで、今日このセミナーをですね、でお話をさせていただくというところでございます。本日はですね、さまざまなユースケースごとにですね、具体的な構成例と、それぞれの金額感、まあ、目安の金額感というところをお示しをさせていただきます。ただし、これらはあくまで参考でございます。 同じユースケースでもですね、要件やサービスの組み合わせ方によって、金額は大きくも小さくもなりますので、その点はご了承をお願いいたします。では、ここから早速、具体的な構成と金額間に入っていきたいと思います。はい、では、具体的構成と金額間、研究編に関してお話をさせていただきます。 研究室においてです、ね、計算リソースとして AWS のサービスを使う場合、まあ、どういったメリット、課題を解決していただいているかというところから少しお話をいたしますと、論文締め切り前における計算リソースの取り合いの開放、まあ、研究者間のです、ね、スケジュール調整なども不要になると。 そういったところにメリットを感じるお客様がいらっしゃったりハードウェアの管理や故障などをする必要がなくなるというところですとか過剰なサーバーの購入が不要となってコストが最適化されるというところにメリットを感じるお客様などもいらっしゃったりそういったところで価値を感じて AWS のサービスを使っていただくというお客様が多いかというふうに思います。 こういった場合でですね、よく使われる AWS のサービスというと、AmazonEC2 になってきます。具体的な金額感というところですけれども、これはピンから切りまでというところになってきます。東京リージョン、Linux オンデマンドプランという形で絞ったとしても、こちらに記載のあるような0.0054 US ダラーですとか、44.92215US ダラーですとか、こういったようなです、ね、非常に価格のレンジというところが広い形になっております。使用条件その1のところですね、少し記載をさせていただいておりますが、少し条件を置いてです、ね、この EC2 がどれぐらいの時間 使えるるもののになるのかととといいいうところをを少しし例でお話をしたいと思います10万円分 AmazonEC2 を使ってみようと考えたときに、それぞれのインスタンスタイプでどのぐらいのボリュームがあるかと申しますと、T4G ナノというインスタンスタイプですと、16 8350時間分使えるという形になります。 また C52X ラージの場合ですと、2124時間分使える形になりますし、G4DN12X ラージですと、約172時間分使える形になります。 P4D24X ラジ。こちらは 96VCPU、そして 1152GB のメモリがあるという非常に強力なインスタンスタイプですけども、この場合は約20時間分使用できるというような、そういった時間間になってくるところでございます。もう一つですね、使用条件の例値をこちらで示したいと思います。 アマゾン EC2 をですね1日24時間のうちで10万円分使い切ってみようと考えた場合、どのぐらいのですねインスタンスタイプを並行稼働できるかという、そこの例示になります。T4G Nano の場合ですと、約7014台を並行稼働することができると。C52X ラージの場合ですと、約88台を並行稼働させることができます。 G4DN12X ラージの場合ですと、約7台の平行稼働ができますし、P4D24X ラージの場合ですと、1台20時間分使えるというような、そういった金額間になってくるところでございます。ご参考としてですね、キャパシティリミットの概念を払拭しているのが、AWS Cloud であるというところのお話もさせていただきます。 従来型のですねオンプレミスのシステムで何かシミュレーションを行うであるとか、計算リソースをですね使っていくという場合ですけども、有限なキャパシティの中で,ですね計算をしていく必要があるということで、なかなか容易にジョブをスケールさせることができないかというふうに思います。またですね急の待ち時間が長いと いうところですとか、需要が少ないときはです、ね、無駄な計算リソースの発生が、まあ、起こってしまうという、まあ、そういった課題があるかというふうに思います。対してです、ね、HPC 環境をオン AWS で使う場合というのは、リアルタイムでリソースの需要に応じて、柔軟にこのリソースを拡張させることができますし、 必要ないときはですね、リソースを縮小してコストを削減していただくことができるということで、言ってしまえば時間をお金で買うということができるということで、ご自身の研究をより加速させることができる。より研究に集中することができる。そういった環境がすぐに手に入るということが、AWS のメリットになるかというふうに思います。 続きまして、研究におけるユースケースとしまして、計算結果の可視化をコストパフォーマンスよく行うというシチュエーションを題材にしたいと思います。ここでですね、解決できる課題ということで、AWS 上でですね、シミュレーションした結果をご自身の端末にわざわざ持ってきて可視化をするのが手間であるというような、まあそういった課題感を持っているお客様の課題にフィットするシーンだと思いますし、 あるいは手元の端末のスペックに依存せずにブラウザのみで可視化を行いたいという、まあ、そういったニーズにもお答えできるかというふうに思います。またですね、普段ナイス DCV をお使いのお客様においてはですね、これを無償で使うこともできるというようなそういったメリットもあるというところになります。使用するサービスはナイス DCV になります。金額感はこちらは0円という形になります。 使用条件としてですね、Amazon EC2 インスタンス上でですね、NICE d c v サーバーを使用する場合、これは追加料金が発生しない、つまり0円で使えますという形になります。AWS 以外のオンプレミス環境等でですね、NICE d c v を使おうとする場合はですね、ライセンス費用が通常かかっているものですけれども、AWS の上で使う分に関しては、NICE d c v の費用というところは一切発生いたしません。 使用するインスタンスおよびその他の AmazonEC2 機能に対しては通常どおりお金がかかるところになりますのでその点はご了承くださいこのナイス DCV 何かということを改めてご説明をしておきますとクラウド上のデスクトップ画面をストリーミングするためのソフトウェアになります専用のプロトコルによるですね非常に高速かつスムーズなストリーミングこれを実現しております サーバーは Windows、Linux 両方に対応しておりますし、GPU にも対応して、高速な描画というのが可能になっております。ネイティブクライアント以外にもですね、HTML5 対応のブラウザからも利用可能であるということで、非常に手軽にですね、可視化をしていただくことができるという形になっております。 続きましてのユースケースということで、機械学習を使った研究を行う場合という、そういったシーンを取り上げてみたいと思います。解決できる課題として、Jupyter ノートブックをマネージドで利用可能になるということ、面倒な環境の管理はなくですね、研究に集中可能になるということですとか、機械学習の活用をサポートするさまざまなサービスを利用できると。 例えば画像のアノテーションを行う Amazon 政治メーカーグランドトゥルースですとかクラウドソーシングのサービスでありますメカニカルタークというこういったサービスとの連携もして研究を進めたいというニーズにマッチするものかというふうに思いますこういったシーンでご利用いただくサービスというのが Amazon 政治メーカーになってきます 金額感としてですね、1時間あたり 0.514US ダラというところをレースとして出させていただいております。 この際の使用条件ということはですね、こちらに記載をさせていただいているとおりでございます。データサイエンディストの方が、政治メーカー・スティディオ・ノートブックをですね使用しながら、こちらに記載の一連のアクションを実行した場合の金額感というところが、1時間あたり 0.514US ダラという金額になるというところになります。 またですね、機械学習を使った研究を行う場合のもう一つのユースケースということで、ご利用いただけるサービスということで、無償でですね、ブラウザから機械学習を学びたいよという、そういうニーズをお持ちのお客様に対して、お勧めのサービスということで、Amazon s a g e 政治メーカーステ d i オラバ b の方も紹介をさせていただきます。こちら、金額間0円ということで、無償のサービスになっております。 使用条件として AWS アカウントは不要でございまして、クレジットカードもです、ね、登録は一切不要でございます。インストールや何かセットアップの作業ということもございません。またですね、利用者の方々は1セッションあたり12時間分の CPU、もしくは4時間分の GPU に当たる計算リソース、そして 16GB のメモリー、 また、1プロジェクトあたりですね、15GB の永続ストレージが利用可能であるという、そういった条件もついているところでございます。こちらがですね、実際の政治メーカーステージオラボのですね、利用を開始するページになります、え。ー 現在現時点ではですね、リクエストを出していただいて、アップルブが取れた方から順次使っていただけるという形をとっております。ぜひですね、こちらご関心ある皆様、こちらの URL からですね、申請の方をしていただければと思います。はい。続きまして、研究 に関すするトピックユースケーススケですけれども研究データ保存のためにです、ね、AWS を利用する場合というところを少し取り扱ってみたいと思います。解決できる課題としまして、オンプレミスよりもデータ消失のリスクを低減可能であるということですとか、あるいは研究データを外部の共同研究者と容易に共有することができるようになるということ。 あるいは認証管理もですね厳格に行えるということで、不正防止対策にもなるというような、そういったメリットを感じて使っていただいているお客様、多くいらっしゃるかというふうに思います。こういった場合、使用しているサービスというのは、Amazon S3 になります。S3、こちらはですねシンプルストレージサービスの略でございます。 金額感としまして、東京リージョンの場合ということで記載をしてますけれども、0.002US ダラから、ね、0.025US ダラパーギガバイトということで、s 3もさまざまなタイプがございまして、それによって単価が変わってくるという形になっております。使用条件 でございますけども S3 はですね、実際に使用した分だけお支払いをいただくというそういった重量課金のモデルになっております最低料金の設定というものはございません例えばということでですね、10TB のデータを5年間保管し続けた場合ということを例として挙げてみております 先ほど申し上げたとおりですね、S3 様々なクラスが存在しているわけですけども、最も標準的な S3 標準のクラスを用いてですね、この 10TB のデータを保管をしていくということを考えた場合、この金額間ですということで、5年間トータルでですね、15,360US ダラというところになってくるかというふうに思います。 もう1つのです、ね、例としまして s 3 g l a c i r d e e p a r c h i v e という最もです、ね、コストパフォーマンスの高いストレージクラスを使っていただくというそのシーンの場合ですけれども5年間のトータルの費用というのは 1228.8USD ということで非常にです、ね、コストパフォーマンスの高いクラスということになっております。 こういったさまざまなストレージクラスがあるということというのは、非常にこうポイントとして皆様にご理解いただきたいところでございま,すございまして、アクセス頻度に合わせて、ぜひ適切なストレージクラスを選択いただくと、それによって大幅なコスト削減が可能であるということをご理解いただきたいというふうに思います。 ちなみにということでですね、えー、リージョンによって S3 の料金というのは異なっております。例えば、米国北部、バージニア北部の場合ですけども、S3 グレシャーシアディープアーカイブはですね、より低い単価、東京リージョンよりも低い単価であります 0.00099US ダラパーギガバイトという形になっております。 先ほどのとです、ね、同じ条件で5年間データを保管をしていくという試算をしてみると5年間総額は、ね、608.256US ドラということで非常にまた安い金額になっていくというところです海外リージョンを使うということもです、ね、ぜひ皆様の選択肢の一つとしていただきたいということをお伝えしたいというふうに思います アマゾン S3 の簡単な紹介、こちらのスライドにもつけております。ポイントとしましてはです、ね、非常に高い耐久性、119の設計をしているとこいう部分ですとか、無制限にスケールができるというような、そういったところ。 ですねえー、まあ非常にです、ね、オンプレミスではなかなかない性,能性質というところをご提供できているかなというふうに思いますので、こういったストレージなどもです、ね、ぜひご活用いただきたいというふうに思いますこちらもご参考ですけども、AmazonS3、さまざまなストレージクラスが存在をしております。 ご自身のです、ねえーまあ、使われる、まあ、その特性というところをご理解の上ですね、適切なストレージクラスを選択していただいて、ご利用いただきたいかなというふうに思いま,すまたです、ね、研究データの保存に関して、えーまあ、少し世間的なです、ね、事情などもお知らせをさせていただきたいと思います。 こちら、国立情報学研究所様が進めておられます研究データ管理サービス、学人 RDM にも、アマゾン S3 は対応しております。機関のシステム管理者が設定をする全額的な機関ストレージと、各研究者の方々がですね設定可能な拡張ストレージ、この両方で、アマゾン S3 は利用可能という状況になっております。 詳細は、ね、NII 様のホームページをぜひご確認いただいてその条件などと、学人 RDM の中で SD を使う場合の条件などというところはご確認をしていただきたいというふうに思います。 まあ政府のほうで,ですねこういったデータ利活用、研究データの管理、利活用に関する方針なども出ているというところも我々も象徴しておりますので、こういったご利用の機会ということは、今後、研究者の方々にもニーズも高まっていくものであろうというふうに思っております。 はい、続きまして、こちらも研究での利用例ということで、組織、研究室のウェブサーバー、文献、データ公開に関するです、ね、例というところを取り上げてみたいと思います。解決できる課題ということで、AWS のサービスを使うことで,です、ね、こういったユースケースにおいても、運用負荷とコストを抑えながら、大規模災害や DDoS 攻撃にも対処可能になるかというふうに思います。 またですね非常に短期間で構築可能であるということもポイントの一つだというふうに思います。こういったウェブサーバーですとか、情報公開的用途でご利用いただく場合の利用するサービスというのは、Amazon c l クラウドフロントですとか、Amazon S3、あるいは Amazon EC2 といったサービス、いくつか組み合わせてですね使っていただいている場合が多いかというふうに思います。 具体的な金額感ということで、多くのお客様ではです、ね、月300ドル以下、そのぐらいの金額感で,です、ね、使っていただいているお客様は多いかなというふうに思います。 全世界の研究者に対して公開をしているようなウェブページの運用をされている、あるいは定期的なコンテンツの更新、突発的なアクセス頻度上昇というところにも対応している、まあ、そういった条件下のもとで,です、ね、この金額感というところになってきているかというふうに思います。 アクセス頻度がですね高い月におけるですね金額の内訳というところをまあサンプル的に少しお示しをさせていただいております。えー、まあアクセスが高い月においてもですねえまあ税込みでも 255.82US ダラというような金額感になってきている、またその中で,ですねどういったサービスがどのぐらいのボリュームになってきているかというところはこちらの表のとおりというところでございます。 アクセス頻度が低い月の金額打ち明けに関してもこちらサンプルをお付けしております税込みでもですね 123.62US ダラという形で非常に低いコストでこういった環境も運用できるかというふうに思いますちなみにということで AWS アカウントにはですね無料の利用枠というものが存在をしております例えば Amazon EC2 はですね十二ヶ月間 750時間分、えーまあ一月あたりですね、えーまあ、こういった時間分の WindowsT2 マイクロ、えー、または T3 マイクロのインスタンスが無料で利用できるという枠が存在をしております。 この無料枠の中で,で、Amazon c l クラウドフロントに関しても、この無料枠が設定をされておりまして、毎月 1TB のデータ転送、そして毎月1000万リクエストというのが、無期限で無料になっているという形になっておりますので、こういった情報配信のご利用用途というところではで、非常にコストパフォーマンスよく使っていただける、そんな環境が AWS には用意されていると。 いうところをぜひご理解いただきたいと思います。研究利用のユースケース、こちら最後でございます。研究利用をです、ね、金銭的にサポートしてほしいというニーズもよくお伺いをしております。WS を使ってです、ね、大規模に研究を行いたいが、なかなか資金が不足しているんですというお客様、よくいらっしゃいます。 そういうお客様には、ぜひ AWS クラウドクレジット・フォー・リサーチというプログラムをですねご利用いただきたいというふうに思います。金額間ロ円と書いてるんですけども、こちらはあのウェブからですねご自身で申請をいただく金額補助のですねプログラムになっております。この申請をですね AWS 営業からもサポート可能でございますので、ご関心ある方はぜひ営業のほうまでご連絡をいただきたいと思います。 こちらのです、ね、クラウドクレジットフォーリサーチのプログラムは、四半期ごとにこの申請いただいた内容を審査をさせていただきまして、審査が通ればですね、WS 利用料に充当可能なプロモーションコードというものをお渡しをさせていただく、そういったプログラムになります。申請金額に上限はありません。学生の方のみですね、5000ドルという上限がございます。 まあこういったようなですねプログラムございますし、そこまで大規模ではなくてお試しで使いたいという方もいらっしゃると思いますけども、ちょっと別のプログラムなどもですねございますので、詳細はぜひ AWS 営業の方までお問い合わせをお願いいたします。ここまでが研究利用の例ということでご紹介をさせていただきました。では、具体的構成と金額間、教育編についてお話をさせていただきます。 教育におけるです、ね、ユースケース、まずは演習室を使わずに CAD 等を学生に利用させるというシーンをご紹介をしたいと思います。こういったシーンで,で、ね、WS を使って解決できる課題ということで学生にいつでもどこでも高価なソフトを使ってです、ね、学習できるようなそういった環境を提供することができる。 あ交換ソフトウェアの例ということで、ソリッドワークスであるとか、トラボであるとか、ArcGIS などなどと、こういったソフトウェアのことが、こういったソフトウェアを使って演習をしているという大学さん多いと思うんですけども、こういったのをですね、いつでもどこでも使えるような環境が手に入るということですとか、演習室、それ自体のですね管理をなくして、IT に関する経費を削減をすることができる。 あるいはアプリケーションの管理ということをですね、より簡単にしていきたい、省力化していきたい、そういったニーズに合致するサービスが AWS には存在をしております。使用するサービスとして Amazon p p s t r e a m 2.0というものをご紹介いたします。 こちらはです、ねえー、まあ具体的な金額感ということを少し仮定を置いてお示しをいたしますと1ユーザーが月30時間程度です、ね、使用するという、まあ、そういった想定の場合月額の費用は約 18.3US ドラーという、まあ、非常にいいコストパフォーマンス高い金額になるというふうに思います条件としましては東京リージョンを使用しているということで そして、グラフィックスデザイン X ラージのインスタンスタイプを使っていること。また、大学等のです、ね、公共機関のお客様であるということ。また、ソフトウェアやアップストリーム2.0以外の AWS サービスの費用は含まない形でのこの金額感というところになってきております。 Amazon AppStream 2.0について少しだけご紹介をさせていただきます。こちらのサービスはですね、既存のアプリを変更せずにインポートしてストリーミングを開始できる、そういったサービスになっております。既存のアプリ、認証、ストレージ、ネットワークとの連携ということももちろん可能です。インフラの導入管理というのは不要でありますので、アプリを追加をしてすぐにストリーミングの開始ということができるようになっています。 また、一貫したパフォーマンスということで、1ユーザー1インスタンスが割り,当てると割り当てられるということになりますので、他のユーザーがです、ね、何かヘビーな使い方をしたとしても、その影響というのは全く起きない、一貫したパフォーマンスというのが、一人一人に確実に提供されるという形になっております。 Windows のアプリというのをですね、いつでもブラウザ上で実行できるというまそういったサービスになっているというところをご理解いただければと思います。AppStream に関するですね、さまざまなドキュメントあるいはですね見積もりをするためのプライシングツールなどというところも提供しております。このリンクはですねこちらにお示しをしておりますので、ぜひそれぞれのリンク先をですね見ていただきたいというふうに思います。 続きまして、教育におけるユースケース、無償で学生に AWS 環境を使わせたいというニーズに対するですね、利用用とサービスというところのご紹介をしたいと思います。解決できる課題としましては、学生に AWS 環境を触らせ、そしてクラウドを学ばせたいというニーズにお答えできるというふうに思います。費用を極力抑える、可能な限り0円で使えるようにしたい。 また、何か不足の事態でですね、高額な請求が学生さんに行かないようにしたいという、そういったようなですね、ニーズにお応えできるサービスがあるかというふうに思います。こういった場合にですね、ご利用いただけるサービスとして、AWS アカデミーというものが存在をしております。こちら、金額が0円ということで、AWS アカデミーのご利用に関してはですね、完全に無償でご利用可能でございます。 使用条件としまして、この AWS アカデミー教育支援のプログラムでございますけども、これに機関として加盟をしていただく、加盟処理をしていただくという必要はございます。クラスに登録をしている学生様、1名につきですね、100ドル分のクレジットというのが毎年付与をされていきます。ご利用に際して、クレジットカードの登録は一切不要でございます。課金の心配は一切ございません。 4時間経過をして、自動的に一時停止をされる、そういった AWS の利用環境が払い出せられるんですけども、そういったですね停止をされるということで、意図性の使い過ぎというところもですね防止をできるという形になります。100ドル分を超過すると、自動的にラボは無効化され、作成をしたリソースは削除をされるという条件もございます。 えーまあ、ここで申し上げているです、ね、AWS アカデミーについてもう少し詳しくご説明をしたいと思いますこの AWS アカデミーは社会から求められるスキルと教育のギャップの改善をサポートする AWS が提供している教育支援のプログラムになっております このプログラムはですね、ラボ演習の環境ですとか、実践的な学習機会を通じて、クラウドコンピューティングのスキルと知識を習得することができる、そういったプログラムになっております。さまざまなタイプの高等教育機関において提供可能なカリキュラム構成となっております。AWS が独自に開発したカリキュラム、それをですね、皆様の学校の通常の授業にですね、組み込んでいただいて、 クラウドコンピューティングのスキル取得をです、ね、学生様にしていただける、そういったサポートをさせていただいております。2つのレベルがありまして、初級レベル、ファウンデーションレベルサービスと、中級レベル、アソシエートレベルサービス、この2つがございます。どちらにおいてもですべ、ね、て無償でご利用可能です。こういったさまざまなカリキュラムをです、ね、ご自身の 大学の授業の形態に合わせて適切に選んでいただくということができるようになっております。この AWS アカデミーでですね、提供しているラーナラボという環境、これが学生さんが無料でアクセスできる AWS 利用環境というものになっております。ラーナラボはですね、教員の操作だけですぐに作成することができます。 一番最初にご説明をしたとおり、クラスに登録をしている学生様1名につき100ドル分のクレジットが毎年、付与をされます。クレジットからの登録はいらず、課金の心配はないと、先ほど述べたとおり、4時間経過をするとラボが停止をしていくなどというような、そういった条件もございます。 では続きましてですね、教育におけるユースケースということで、学生の皆さんに楽にプログラミングを行わせたいという、そういったシーンに関してお話をしたいと思います。解決できる課題ということで、学生にプログラミング学習をしてもらいたいが、環境整備にあまり手間をかけたくないんですという、そういった課題ですとか、学生同士でグループを作り、リアルタイムでペアプログラミングを行わせたい。 あるいはブラウザさえあればですねいつでもどこからでもプログラミングができるようなそういった環境を提供したいというそういった方々に対して AWS のサービス使っていただけるかというふうに思います使用するサービスとしては AWS クラウド9というサービスになります金額感としましては1ユーザーが月90時間 程度ですね利用する場合、月額約2ドル、2.05 u s ザーというような非常に安い金額ですね、ご利用いただけるかというふうに思います。使用条件としましては、AWS クラウド9自体というところに関してはです、ね、費用はかからないんですけども、開発環境として使用する Amazon EC2 インスタンスおよび EVS の費用。 というところをですね、考慮いただければ結構でございます。この月額2ドルというところの金額は T2 マイクロ Linux インスタンスを90時間使用した場合の金額という形になってきております。また、プロビジョニングされたストレージに関してもですね、0.10USD というところ、これは 10GB 相当のストレージボリュームですけども、これを使った場合という条件になっております。 クラウド9に関してですね、簡単にご説明をしておきます。クラウド9の利点というところです。ブラウザのみでですね、コードの記述が可能になっております。ローカルの ID e をですね、インストールしたり、メンテナンスを行う必要というのは一切ありません。また、リアルタイムにですね、共同でコーディングが可能になっております。共同作業中にですね、チームメンバーはお互いの タイピングという状況をです、ね、リアルタイムで確認できますし、ID e の中からです、ね、即座にチャットを返して、コミュニケーションを取りながらコーディングをしていただけるという形になります。クラウド9の開発環境というのもさ、ね、まざ、あ、ま、40種類以上を超えるです、ね、プログラミング言語用のツールというのをあらかじめパッケージ的にご準備をしております。コードの記述というのはです、ね、これらを使うことで数分で開始をしていただけるという形になっております。 続きまして、教育用途のシーンの一つということで、LMS、ラーニングマネジメントシステムのインフラとして AWS をご利用いただくというシーンをご説明をしたいと思います。解決できる課題ということで、需要変動に合わせてリソースを最適化可能であるということ、また利用者は快適に利用ができるという。 アクセスが集中してもですね重くならないというようなそういったような環境をご提供できるかというふうに思います。これによってですねコストの最適化ということも可能になると思いますしハードウェアの管理も不要になるまたハードウェア金のインフラの更新ということもですね不要になるということでさまざまな労力ということも省力化できる局彰化できるというふうに思います。 LMS の基盤としてですね、AWS を使っていただく場合、いろいろなサービスを組み合わせていただいていることが多いと思います。AmazonEC2 ですとか、AmazonRDS などというものでございます。金額間、こちらはですね、最大5万人程度が利用をするという、そういった想定を置いた場合、月額7000ドルぐらいであろうというような、そういった資産を置いております。 具体的にですねどういったサービスを組み合わせているかというところ、こちらにですねサンプルとしてお示しをしております。約5万人相当の学生さんがアクセスをしてきた場合ということでもで、月額7000ドルいかないぐらいの金額感というところが、それぞれのサービスごとにですねこの費用を積み上げてかかってくるというところになってくるかと思います。 ちなみにということで,ですね、LMS 関連で少し AWS が関連するトピックをご紹介をしますと、ムードルですとか、堺あるいはキャンバス等をですね、AWS で使いたいですというお客様が我々の耳にはよく入ってくる、そういった利用用途が多いかなというふうに思っております。インフラとして使う場合はですね、リザーブドインスタンスですとか、セービングスプランズという 比較的割引が効くですね、そういった購買形態で、e、えぇ、一をご利用いただいている、そういったお客様が多いかというふうに思います。ちなみにですね、SARS として提供されている Web クラスさんですとか、ブラックボードさん、エコー360さんなどもですね、オン AWS で稼働しているというのも、ご参考としてお知らせをしておきたいと思います。 はい、ここまでが教育に関する具体的構成と金額間のその例でございました、はい。ここからは具体的構成と金額間経営事務編についてお話をしたいと思います。ファイルサーバー環境としてクラウドを利用するシーンを考えたいと思います。こういったシーンでですね、AWS で解決できる課題と申しますと、 要件に合わせてコストや性能を選択可能になることですとか、容量はいつでも柔軟に変更可能、そして管理の手間暇を軽減することができると、たような、そういったメリットを受けていただけるかと思います。この場合使用するサービスは Amazon f s x for NetApp OnTap になります。 金額感としましては、毎月です、ね、100テラバイト使用する、まあ、プライマリーストレージとして使用する場合にです、ね、に月額で1万2000ドル程度になるというところになってまいります。 こちらがですね、実際の構成になります。100TB で構成を組み、またですね、データの重複排除の率等々というところもですね、こちらのような設定をした場合においての費用感というところでの一例でございます。 Amazon f s x for ネットアップオンタップについてですけれども、ネットアップさんのオンタップをですね、AWS のマネージドサービスとしてご利用いただけるというものになります。非常に実績豊富なです、ね、エンタープライズクラスのストレージ機能というものをマネージドでご活用いただける。また、AWS のその他のサービスともです、ね、密接な連携をして、非常にです、ね、スピーディーに の環境を作っていただく、使っていただけるということが特徴になっております。続きまして、業務システムのインフラとして利用する場合についてのユースケース考えてみたいと思います。このシーンでですね、AWS を使うことのメリット、解決できる課題と申しますと、履修登録時期のみインスタンスを増強して、利用者は快適に利用ができると。 とということですとかあるいはハードウェアの管理の不要であるとか、ハードウェア金の更新が不要になるといった、まあ、そういった運用面のです、ね、コストを下げていけるというところもメリットになるかというふうに思います。使用するサービスとしましては、AmazonEC2 や AmazonS3 などというところになってまいりますななサービスを組み合わせていただく形になります。 金額間、こちらに書いてある使用条件で学生数5000人程度というところ、また、業務システムとそれにアクセスするですねまあ学生さん向けのポータルシステムなども併用した上で、またリザーブドインスタンスを利用した上でというところで、大体月額ですね600ドルから1万ドルというような、そのような振れ幅で推移をするという形になってまいります。 こちらですね、4月の履修登録時におけるですね金額の例という形でございます。月額でいきますと、月1万ドル程度、1万ドルいかないぐらいですね、9398 u s ドスダというところになってまいるかと思います。また、可否休暇など、あまり業務化システムに対してアクセスをしないと。 いうようなそういった月におきましては、こちらのとおりです、ね、月額600ドル程度、571ユースタラというようなところになってくるかというふうに思います。続きまして、学外からのリモートワークの環境整備、ここにですね、WS を使うシーンでの金額感というところを考えたいと思います。 こういったシーンでですね、AWS を使うメリット、解決できる課題としましては、在宅、リモートワークを行う教職員のために、素早くかつ初期投資を抑えて環境を提供できるということですとか、職員様ごとの,です、ね、その提供されるリモートワークの環境、その性能をきちんと担保できるということ。 あるいはリモートワークの環境がですね、まあたまに使うくらいの頻度で準備をしたいんだという、まあそういったニーズにお答えできるかというふうに思います。使用するサービスとしては Amazon Workspaces、あるいは AWS Directory Service などなど、いくつかのサービスをこちらも組み合わせていただく形になってきます。金額間。 としましては月額3000ドル程度ということで、使用条件に関してはですねこちらの記載のとおり、Windows ライセンスドパフォーマンスのタイプを選んでいただくということですとか、約70人が利用をするというような、そういったシーンでの金額感になってまいります。こちらがですね実際の構成例とその金額感になります。 月,月あたり、ね、420時間程度、この420時間を70人でシェアをするような形ですけれども、ひ月あたり6時間程度のです、ね、リモートワークというような、そういったシーンがあった場合というところになります。金額感としては月額3000ドルいかない程度というところになってくるというところでございます。ちなみにということで。 教育機関のお客様に関しては、マイクロソフトさんのですねライセンスの割引というところ、これを活用いただくことができます。最大14%の割引ということが利用できまして、金額に換算すると1ヶ月ごと1ユーザーあたりですね3.52 US ドル、またはユーザーあたり0.03 US ドルアワーというところを節約できるという計算になってまいります。 経営事務編最後のユースケースでございます。事務系システム全般の基盤としてご利用したいというそういったシーンにおける金額感というところをお話ししたいと思います。ここのシーンででで、ね、AWS を使っていただくことと解決できる課題と 申しますと、こちらに記載のとおりでございます。業務システムなどでですね、お示しをしたメリット、解決できる課題とほぼ同じでございます。ハードウェアの管理等がです、ね、不要になるというところでの運用コストの削減ですとか、需要変動に合わせたリソースの最適かなというところになります。使用するサービスとしましては、AmazonEC2 や AmazonS3 などなど、複数のサービスをこちらも組み合わせていただく形になります。 金額感としましては、ちょっと触れ幅が大きいですけれども、月額2万ドルからです、ね、6万ドル程度と、間で推移しているお客様が多いかなというふうに思います。使用条件としましては、学生数が1万人から5万人程度、業務システムですとか、人事給与システム、財務会計システムなどなど、す、ま、べ、あ、ての事務系システムがですね、WSO で稼働をしているという場合に関しての金額感になってまいります。 こちらは、まとある月のですね、実際の利用量の内訳、そして、ま、金額の構成例という形になってまいります。月額2万ドルという月をですね、一旦サンプルとしてお示しをしております。この金額のですね、内訳、注目していただきたいのは、Amazon Elastic c o m p u t e Cloud、Amazon EC2 の部分がですね、やはり金額としては大きな部分を占めてくるということで、 えまあ金額コストをですね削減していく観点というところも、この EC2 をですねいかに減らしていくかというところにもなってくるかというふうには思いますはいここまでが経営事務に関する具体的な構成と金額例、その実例をお話をさせていただきました。はい では、Call to Action ということで、今日セミナーを聞いていただいた皆様にですね、次どういう行動をしていただきたいかということを最後ご紹介をして終わりたいというふうに思います。皆様今日の講演をお聞きになられてですね、まあ、OK、WS の金額感完全に理解しましたという、そういった気持ちになっておられるというふうに思います。 ただですね、こう使い始めるにあたっては何から手をつけるべきかという、まあそういったお悩みをお持ちのお客様もいらっしゃるかというふうに思います。こうした場合にですね、これから先二つの選択肢皆様あるというふうに思います。自分で頑張るか、あるいは他人に頼るかという、この二択でございます。自分で頑張っていく。 いということで、まあ、少しです、ね、ここから先の進め方というところをご紹介をしていきたいというふうに思います。AWS をです、ね、ここから先使っていただくにあたって、もうすぐに使い始めたいということであればです、ね、とりあえず AWS のアカウントを作ってみるということをぜひお試しをいただきたいと思います。必要なものはです、ね、ご自身のメールアドレス、そしてクレジットカードだけでございます。 作り方はですねこちらにあるリンクから参考としていただいてこのステップに沿ってですねご準備いただければものの数分で WS アカウントが準備可能でございます。 また、どのぐらいの金額感かかるのかということ、これはですねご自身で試算をしてみるということも可能でございます。WS プライシングカ c キュレーターというですねウェブ上に公開しているツールがございますので、こちらをご利用いただいて、ご自身の利用用途に合わせて、サービス組み合わせて試算をしていただくということも可能でございますので、ぜひお試しください、え。ー 今後の進め方ということで、他人に頼っていきたいというような、そういった気持ちをお持ちのお客様に対して、ここから先の進め方のご紹介でございます。まずはですね、WS の営業までお気軽にご相談をいただければというふうに思います。 大学研究機関のお客様専用のですねメーリングアドレス、ご準備をしております。wsjppser、ER、こちらのアドレスのほうまで,ですねぜひご連絡をいただければと思います。また、チャットの窓口というのもご用意をしております。ご自身の気が向いたときにですねお気軽にご相談をいただくというのも可能ですので、そちらの窓口などもぜひご利用いただければと思います。 またです、ね、AWS のパートナー企業というのを探していただいて、そのパートナーさんのほうに相談をいただくということももちろん可能でございます。ご自身のユースケースですとか、あるいは業界ごとにです、ね、適切なパートナーさんというのを自分で選びたいんだという、そういったご要望をお持ちのお客様、パートナーさんの検索というのも可能ですので、こちらのポータルサイトをです、ね、ご利用いただければと思います。 ちなみにですけども、もう既ですで、ね、に既存のシステム環境があられて、それを AWS 環境に移行をしたいんだということを考えているお客様、そして、その AWS に移行したときのです、ね、コストメリットっていうのを可視化をしたいんだというような、そういったニーズをお持ちのお客様に関して、こちらのクラウドエコノミクスというプログラムですね、ぜひ使っていただくことをお勧めをしております。 クラウドエコノミクスはですね、オンプレフィスの環境からクラウドへ移行することで得られる経済的なメリットの定量化測定を支援するプログラムでございます。これによってですね、アスリートから TOB の見える化、そして共通の数字を見ながらですね、議論できるようなレポートというのが提出をされます。こちら下にですね、サンプルとして少しグラフつけておりますけれども、こちらのようなですね、出産の表というのを我々の方からご提供させていただくものになります。 クラウドエコノミクスのプログラム、これは無償でご利用可能でございます。2週間から数ヶ月程度ですねお時間いただければ、お客様とディスカッションの上、こうしたレポートを AWS のほうからご提出をさせていただくことができるようになっております。また、AWS のコンサルティングサービスの活用ということもですね皆様にお勧めをしておきたいと思います。 こちらはですね、AWS ジャパンに在籍をしております、パブリックセクターのコンサルティングの部隊というものがございます。こちらの者たちがですね、皆様のさまざまなお悩みをお聞きしながら、具体的なアウトプットを皆様にご提供するというものになります。サービスのラインナップもですね非常に豊富でございます、アドバイザリーのサービス移行支援、またプロジェクト管理の支援。 クラウドを作る上でのセキュリティポリシーの策定支援、クラウドの環境を設計するそのご支援ですとか、セキュリティ評価、あるいはクラウドセンターオブエクセレンスという、クラウドのナレッジをためるです、ね、部署の立ち上げの支援と、こういったようなところをさまざまコンサルティングのメンバーがご支援をさせていただくというサービスもご提供しておりますので、ご関心のある方はぜひ、営業のほうまでご連絡をいただければと思います。 ご参考までということで、WS コンサルティングサービスを使うことで,です、ね、このようなお客様の環境をです、ね、正確にヒアリングをさせていただいて、現状のかかっている費用が、ね、どの程度、クラウド移行することで削減をされるかということをです、ね、精緻に出していくということも対応をしております。 またですね、実際、コンサルティングサービスをご活用いただいたお客様の事例ということで、こちら、大学入試センター様でもですね、WS のコンサルティングサービスをご利用いただいております。アドバイザリーのサービス、ご利用いただきまして、海外での事例調査をですね、我々の方で実施をさせていただいて、ご報告をさせていただくというようなこともしております。 こういったですねこれから先、将来のシステム整備に関するさまざまな調査、検討ということをお受けできるような形、そういった体制も取っておりますので、ご関心ある方、ぜひお知らせください。い本日の講演、以上でございます。何かですねご不明点等々、あるいはご相談事項ありましたら、こちらのアドレスのほうまでお問い合わせをいただければと思います。 では以上でございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。